はい、ではですね、ちょっとこれ曲がってるんで嫌なんですけど、斜めても嫌なんですけど、次はですね、訂正分析というのをやります。ここからが位置合わせしましたね、前回は。こちらのこれでね、これがちゃんと十字綺麗に、ちょっと見えづらいんですけど、斜めに走ってるんで、十字はちゃんと切れ線が見えてますね、綺麗に見えてますよね。あれ、ちょっと違うかな、ちょっと待ってくださいね。ああ、合ってますよね、見えてますね、ちょっと見えづらいと思います。うん、なってますね。で、十字の線が消えてると。ちょっとこのサンプルあんま良くないんですよね、見えるのはね。ちゃんとなんか十字の線が見えてるとは思います。うん、たまたま一緒に平行な刻みのところがあるんで、削ってる溝と一緒に見えてしまうんですけど、運が悪かったな。まあ私に運がなかったんでしょう。日頃のこの辺が悪いのかな。まあこうなるんですね。で、次に訂正分析やります。訂正分析とは何ぞやと。とりあえず訂正分析も楽しみましょう。押します。こんな風に画面が出ます。で、この上のところ隠してあります。これちょっと ね本来はここのボタンを押してセーブ場所を決めます。で、プロジェクト名も決めます。まあこれはですね、私の場合はもう今回どうなの、どうバーなのどうにします。で、コメントもおおむね適当でいいですね。その人は怒られちゃうんだけど、コメントも何でもいいです。私の場合はテストなので、テストにします。で、これ読み込みします。あ、読み込みじゃない、ごめんなさい、詳細のボタンを押します。これはね、2回目以降これでいいです。まず1回目始めた時はこの詳細のボタンを押してください。で、加速電圧の設定を行うとこれにチェック入れます。そうするとこれがね、入力できるようになります。で、今回20使うんで、ここで20エンターと押します。で、これでいいです。で、今度はここですね、強度が弱い時には10のマイナス、じゃあ例えば入ってる微妙なものを分析したい時とか、出てくる信号強度が弱い時には、10のマイナス7乗にします。まあ、あと大きな強度が欲しいとかいう時にもします。で、たくさんで信号来るんだよという時には10のマイナス8乗でいいです。で、まあなんかみんな7乗にしたがるんで、まあ一応これにしておきます。マイナス8乗だと、電子のダメージに弱い時にはマイナス8乗かにすることも考えます。で、装置設定にします。これを押さないでこっちですね。そうすると、20で10のマイナス7乗になります。どこが変わるかって言いますと、こっちの横のところのこれが変わります。ここのところが少々ね、これがね、時間が経つとね変わってきます。今が多分頑張って合わせてると、うん、変わってますね。で、ちょうどおおむね 1.0×10 のマイナス7乗アンペアになります。こんな感じになります。これからちょっとこんな感じになります。さて、で、次どうするかと言いますと、この詳細を外します。基本的にはね、この詳細ボタンを入れて外してっていうのをやっていきます。うん。で、次ですね、こちら、これも詳細チェック入れます。で、ステージはちゃんとこのままでいいですね。で、現在地の読み込みのボタンを押します。で、現在地が読み込まれます。で、スキャンモードのスポットっていうのはおそらくね、スポットサイズなんですけど、この文字にするとおそらく30ナノメートルじゃないかなと思ってる。ちょっと使用書を見てちょっと見つからなかったので、実際のね、ビーム系がわからないんですけど、おそらく過去のね、論文などを見ていると30ナノメートルぐらいじゃないのかなと思っています。違ったらごめんなさい。ヘレンさんの1979年のコンタミネーションの先生デシブローブ系っていうのを見ると0.3マイクロメートルぐらいのデシブローブ系になってるんですけど、色の絵があるんですけど、ですね、それでこれどれがいいかって言いますと、実はですね、照射してると、電子線照射してると炭素は積もって成長し積もっていきます。なので、炭素の影響をできるだけ避けたい場合に、っていうか通常測定の場合は円にして、で、プローブを20マイクロメートルにしてください。で、次に適用のボタンを押します。あ、コメント入れてもいいですね。ここにコメントを入れてみましょうか。サイト1とかで、適用です。で、こんなふうになります。で、自動的にね、ナンバーが振ったときに2とかになります。なので、このまま押し続けると、こういうふうになったりします。ね。で、これ削除はここです。で、こうやってしてもいいですかって出ますね。こうやって削除できます。こうなります。ね。
でこれ次のやつ入れたかったら、条件入れたかったらこれです。で場所変えて、で現在地の読み込みしたりするという、まあ今回1個だけでいいと思います。うん、で詳細終わりです。これで十分です。今この測ってる位置のこの10刻み切られてみましたね。だから直径20マイクロメートルだとここの円のところが測定される。でそれで次にですね、この分光条件を詳細をします。うん、でスペクトル、今これねチャンネルが4つあるんです。5つあるチャンネルのところもあります。だからチャンネルいくつあるか調べればいいです。チャンネルってどこに関係するかって、このね針の入ったこれですわ。これの数が4つあるか5つあるかです。このやつはね4つしかないので4チャンネルまで調べます。本当はね5チャンネルだとすごい楽なんですけど4チャンネルです。でではやっていこうと思いますね。まずちょっと練習なので、いくつかのやつを見せていきたいと思いますね。そうだな、まずですね、一般このやるときにはスペクトルのボタンを押します。追加で4チャンネルだとね4つ押せばいいです。でみんな同じ条件出てくるんで、2個目からはチャンネルを2番にして、でこれを LED2 で適用ボタンを押します。そうすると変わります。ちゃんとで3番も3番にして、でこれはペット H でいいのでこれ適用で、4番チャンネル4にしてタップ H、 これでいいですね。でですね、私の場合はこの LED2 さらに変えます。感覚をこれね、LED2 は分解のが悪いので、50マイクロメートルで切る必要はないです。マイクロメートル切る必要はないです。100ぐらいで十分です。もっと悪くてもいいですね。そんな怒られちゃうかなそれ で時間を逆に伸ばします。100とかでエンターを必ず押してください。それぞれね、変えた時には必ずエンターを押してください。で適用します。でまあ大体同じ時間になります。それぞれですね、解説講師の講師テスト、講師テストが長い方が分解の悪くなります。で LED2 っていうのはね分解の悪いんですね。なのでおおむねこんな風にしてくださいね。そうするようにです。で他の、ね、研究者と、ね、条件いくつか変わったりします。まあ今回の例はこれでっていうことですね。いろいろあります。いろんなところでいろんな設定があります。どうするかはちょっと難しいところですね。まあとにかく今日はちょっと練習なので、分光結晶どれを選択するのがいいのかっていうのもいくつかあると思いますけど、私の場合はこれですね。おおむねこれやれば全部測定できます。でちょっと一つ過去に問題があったことがあるので、この LD2 のところとのものを別のものにするっていうこともやった方がいいですね。それはまた後から説明します。でこれで詳細をして閉じます。そしたらこれが終わったらもうあとはもう一回チェックしてみて、問題ないかどうか見て、で分析開始です。こっち閉じます。ちょっと時間がかかりますけど、まあ見ときましょう。どんな感じになるのかね、見ていくのが大事ですからね。それでですね、残光ではないからいいか。残光的にはまたちょっと説明しますけど、まあこんな感じで撮っていくと、すごいですね。うん、今できてますね。お願いするです。LD2 はやけになんかすごい強いなって言ってましたね。こんな風に、ね、取りに行きます。まだちょっと待ちますかね。
で、これで終わるまで待つんですね。でこの水のこの流水ポンプが動いてる間はまだ作動してるんですよね。これが止まると終わりです。で、途中で止めたいときに停止ってボタンを押すと、実はですね、途中で止まっ、この停止を押さない方がいいです。とね、いくつか条件を調べるためにいろんな条件を入れて、で、あ、これ やだなと思って停止っていうボタンを押すとですね、途中でね、これが半額して止まってしまうことがあります。だからね、それよりは待った方がいいです。測定終わるなんてもう 2,3 分、長くても5分ぐらい待てば終わりますから、停止はね、押さない方がいいです。押すと大変なことになります。押して止まったらこの PC を閉じて、で、さ、前最初に言ってたあれですね、設定を、リセットのボタンをですね、クリックしなきゃいけないです。うん、でも大変なことになるので、やらない方がいいです。せっかくね、いろんな人がセットアップ、きれい、サービスのセットアップしてくれた条件も変わらないかどうかも心配ですし、うん、いろいろ困るので、もう待てばいいです。こんな時間待ってください。うん、この停止は押さない。ハングアップしたり止まったりしますので、押さないようにしてください。でも待ちます。必ず待ちます。もう待てばいいです。待てばいいです。ね、事故ったりしたら、ここの待つ以上の時間が、待つよりも何十倍も時間かかります。ね、いろんな人も呼ばなきゃいけなくなったりするかもしれないですし、そんなことするぐらいだったら待った方がいいです。5分待って解決するんなら、待った方がいいです。ね、知らないこと、そして、まさかの気持ち、そしてね、慣れがね、事故を生みます、人災を生みます、いろんな問題を生みます。なので、もう知らなかったら勉強すればいいですし、ね、まさかと思うようなことはやらない方がいいです。で、特にこの停止があるから停止押さない方がいいです。それで失敗のことです。で、終わりましたね。そしたらこれをですね、左でダブルクリックします。こっちですね、やってみましょうかね。そしてこうやって出ますね。で、この下のところにはそれぞれスペクトラが出ます。こんな風に出ますね。で、この1って書いてあるのは全体が出ます。こんな風に、で、もう同定してくれてますね、こういう風に。で、この自動で、同定してくれてるのが間違ってることがあります。それはどんな時かって言いますと、分光結晶のセッティングが、うまくいってない時、どうしてもね、似たようなところにピークが出ることがあります。で、一つの分光結晶だけで判断するのは難しいです、はっきり言って。なので、いろんな分光結晶で、同定させるようにした方がいいです。で、この機械もちゃんとそういう風になってます。どういう風になるか、で、ちょっとこれついてて見えづらいんですけど、まあちょっといくつかやってみましょう。でですね、これ処理の仕方がいくつかあります。まず、これが終わったらですね、ファイルの、ちょっと待ってね、表示ですね、表示の拡大でやると拡大できます。例えば今これ選んでますね。で、この部分見たいと思ったらこうやって拡大できます。こんな風に、ああこんなになったんだなっていうのは見たりします。いいですね。で、リセットボタンをそのまま押します。で、次ですね、表示で、次にですね、もうちょっと大事なのがありまして、パラメーターではないですね、間違えました、ごめんなさい。私も勉強不足ですね。レイアウト、表示のレイアウトです。ごめんなさいね、パラメーターではないです、表示のレイアウトです。気をつけてください。あれ変えたら大変なことになります。先ほどは拡大やりましたね。で、拡大はどうでもいいんですけど、拡大した時はこれでやってください。で、レイアウトで、通常はですね、人によってはね、こうナノメートル表示になってることがあります。こういうふうに入力に対応してますからね、ナノメートル表示になってることがあります。で、これをですね、黄色エレクトロンボルトにして適用してセーブする方がいいです。これは横軸キロエレクトンボードで見やすいです。で、これでファイルでエクスポートしたりとか、あとは画面の保存で画像と条件というのをやるといいです。あ、これも途中でもいいですね。こんなことありますね。で、ですね、いくつかこれ読み取り方説明しますと、まずですが、ここに KA12 って書いてありますね。これ A はアルファの意味です。つまりカッパーの Kα1
で、二次光って意味です。二次光？うんってなりますね。この倍のエネルギーのところに一次光があるんです。二次光のこのあた4キロボルトですから、この場合8のところにあるんですね。本当かなと思うんで、ちょっと8のところになるかな。あ、ごめんなさい、これはあ、いいですね。二次光だから、8のところになるはずです。ちょっと見えないですね。うん、見えなくてもいいのかなというところにあります。で、ですね、それと例えば分かりやすいのどれかな。それでこれが1次項が8ケーブ近くにありますんで、3次項はその3で割った値の近くに出てきます。このですね、 Kα1 の3次項です。この辺りです。大体合ってますね。おそらくこれが4近くですから、1次項は8ケーブで出てきます。8ケーブで出てきて、それを3で割ると、2. いくつになりますね。この辺りぐらいですね。いくつだろうな、ちょっとすぐ計算できないんでしょ、ごめんなさい。で、4次項は分かりやすいですね。さらにこの半分ですからね、8を4で割って2だから、これで対応します。こういうふうに見ることができますね。4次項ですね、 Kα の4次項で、その場合のエネルギーのところに二次項がある。それはどれも一緒です。他のものも一緒です。今これ、どうしかないですけど、鉄とか他のものも一緒です。次数の、次数の倍する、このかけてある値とこのを倍掛け算して出てくるエネルギーが一次項のところにあります。で、そこから逆算して、二次項とか三次項とか四次項があるというのが分かります。2次項、3次項、4次項というのがあることが分かります。で、ちょっと言うの忘れちゃったんですけど、ここに見えるかな、ペット J っていうのとペット H ってありますね。 J と H の何が違うかというと、分解の H の場合は分解のを犠牲にして強度を稼ぐことができるということです。縦軸見ると分かりますけど、 Kα1、2と Kα1、2ですね。これ200ですけど、これはもっと高く出てますね。でSM 比もいいですね、うん、だからこっちの方がいいんじゃないかと思いますけど、分解の悪くなります。ここのシャープさが見てください。違いますね。シャープなのを見たかったらこれなんですよ。 H じゃないタイプにするってことです。で、これはどうする、どういうのを見るかというと、何を見るかと言いますとね、ケミカルシフトを見るときとかに使ったりします。あ、じゃないな、ケミカルシフトは見れるかもしれないですね、こっちでも。この形状をですね、見たら発光のスペクトルの形状を検討するときに大事になります。どんな形状になってるのかなとかいうのを見るときに大事になります。これですね、もうちょっとですね、綺麗に撮れたりすると良かったりします。まあ、その条件は後から見てみましょう。で、あとですね、ここにちゃんとこう酸素がありますね、うん、で、炭素もこうやって見えてみます。どうしてもね、表面 見るので炭素と炭素が見えてきます。もうこれはもう仕方ないことですね。で、まあ、これ元に戻してもらって、あ、これ、あ、しまった、これも元に戻したいな。リセットで、ね、これで、で、まあ、エクスポートで、ケーブにして、あ、ここちょっといかんな、こっちの方見えちゃうな。これでオールにして OK で、セーブすればいいです。個人情報というかね、あまり見せられないものがありますね、うん、で、こうやってやります。で、ですね、かつてはですね、かつてというか人によってはですね、この酸素と他のものを被ってないのか見ることがあります。ゲルマニウムと酸素被ってないのか、ちゃんとエネルギーを比べて、さっき言ったように、被るかどうか見れば分かります。で、ですね、シリコンゲルマをやってる方々が、この酸素のところと被らないのかっていう、あ、ゲルマとね、この酸素が被らないのかって聞かれることがあるんですよ。で、それをどう対処すればいいかちょっと説明します。で、まあ、もう一回やってみますね。そんな難しくないですからね。テスト2という書をここにね、分かりやすいですね。で、次1回目やりましたから、これ読み込みボタンを押すればいいです。そしたら20ケーブル、さっきの設定のやつが読み込まれます。で、こっちの場合もいいかと思うと、それは甘いです、ダメです。この場合は
現在地を見込み、でスポットを円にして20マイクロメートルでエンターにしてください。で適用でいいですね。でこっちは詳細でスペクトルを追加1234。あ、行き過ぎた。あ、いいですね。でこの2番の時は LDE2 使いましたけど、今度はタップでいいですね。で3番にして、うん、これはまあ好きなのにすればいいです。まあリフが好きだったらリフでもいいです。で4番で LD1H にします。で LD1H は LD2 とほぼ一緒、似たようなものなので、間隔100マイクロ分光結晶では何て言えばいいのかちょっと難しいですね。で時間でこれです。式名をちょっとね、私の勉強し忘れてちゃんと言えないんですけど、この LD ついたの前のやつは確か、うん、人工多層膜だったような気がします。ごめんなさい、それは勉強不足だったので適用します。でこれでいいです。でそうだな、範囲もちょっと狭めてみましょうか。せっかくですからね。例えばペット J のここのこの部分だけきれいに撮りたいとかいうのもあると思いますね。それやってみましょう。分解のいいですからね。今ここはナノメートル表示になってないので、それを変えてみましょう。表示のレイアウト、ナノメートルじゃない、ミリメートル、ごめんなさい、ミリメートル表示に変えます。でここのところを撮ると、で拡大してみましょう。パチッと、もうちょっと拡大するかな。はい、かな、リセットしてもう一回。ちょっとね、なかなか難しいんですよね、これがね。うん、9どれぐらい取ろうかな。まあ996.5ぐらいから。そうしますと、ここ、あ、ごめんなさい、見えてなかったですね。今こっちの画面に映してまして、でもう一回やりますかね。こっち側に映してまして、でさっきはキロボルト表示になってました。でキロボルト表示になってる時にはミリメートル表示、ごめんなさい見えてなかったですね。ミリメートル表示にして適用です、ね、入力はこっちの側の、ね、入力は、ね、変えられるんですよ。実はキロボルト表示にも、あ、キロエレクトロンボルト表示にも、キロエレクトロンボルト表示にも変えられますけど、ね、他の人のために、まあ、そのままにしとこういった方がいいかなと思ってます。いや、変えることはできます。だからどの機関によってどうするか決まってくるので、まあそれは柔軟に対応してください。申し訳ないです。でこうします。でまあこれぐらい取ればいいかな、96かな。じゃあここの視点を96にします。96エンター、必ずエンター、あ、間違った、96エンター。で次終わりがこのぐらいがいいですね。101ぐらいでいいですね。101、よいしょっと。そしたら間隔は時間がだいぶあれですね、もったいないですね。他の待つ時間がもったいないですから、同じぐらいまでよくしてみましょう。そしたら間隔まず25にしてみましょうか。まだまだ時間ありますね。じゃあ分解のができるところまでだとちょっとどうしたらいいかな。どこまで下げればいいかな、ちょっと忘れちゃいましたね。いくつか表示できる分解のっていうのがありまして、でそこのぐらいまででいいですね。分解の表とかね、論文じゃない、教科書とかに、ね、載ってますね。ペットの場合はこの装置だとどうかな、10ミリステップでいいみたいですね。10ミリステップぐらいにするといいかもしれないね。そうするとまあ大体ピーク位置、このピーク位置なんて10点取る感じになります。まあ20点でもいいって時には5とかにしたりします。うん、まだまだ時間ありますね。じゃあ5にしてみましょうか。でこれと同じ時間になるようにこれ貯めます。200かな、そしたらちょうどいいぐらいですね。5でも分割しすぎかもしれないですね。10点にしましょうか。うん、たくさん貯めましょう。10にして、でこれを400、うん、これでもいいですね。こんなものにしましょう。まあ教科書見ればどんな風にすればいいかっていうのが出てきます。せっかくだからどうしようかな、他のところも取ろうかな。他のところも一応分解の考えてみますかね。そうですね、
じゃあちょっと練習になりますんでやってみましょうか。タップタップはあ、しまったしまった、キャンセル。適応しなきゃ、あーしました、もう一回練習しますね。96に適応するの忘れてました。皆さんこういう間違いしたいんですけどね。101円だで、まあ10ぐらいにして、でこれを400ぐらいで適用で、タップはですね、だいたい50マイクロメートルステップあれば十分ですね、分解の方が考えて。でリーフですね、 H がついちゃうのでちょっといかんですけど、普通のリーフの場合は5が推奨ですね。リフか、あリフはないのかな、あここにデータリフないですね、しまったな。リフも取っておけばいいからですね、リフにデータがないのでどこまで取ればいいかがちょっと分かんないです。リフ取っておけばいいからですね、まあ、今回ちょっとじゃあ練習のためにリフ取ってみましょうと、まあ、これはちょっと戻しておいて、でこれも、まあ、このままでいいでしょう。あ次の人のためにキロボードしておきましょうか。でちょっとリフは分かんないんで一回取ってみましょう、ね、でこれでやってみましょう。で詳細閉じて、であごめんなさい見えてないね。これでいいので、これで、うん、あのさっきやってたのは詳細閉じただけです。でスタートの測定してみましょう、やってみましょうかね。ちょっとどれぐらいのステップが推奨なのかはちょっといくつかやってみましょうか。ね、あの綺麗に撮りたいときにはどれぐらいにすればいいかというのがいくつかありますので、それをね検討した方がいいですね。もちろんさっきのデフォルトで十分ですよ。でデフォルトでほぼ十分なんですけど、こういうふうに細かく値を変えていくのは、発光スペクトルを、の形状を見たいということです。発光スペクトルの形状を分析することで、新たな情報を得ることができます。そういう分析ができます。なのでこの訂正というのは非常に大事ですね。確実に50から100ppm オーダーで何があるかがちゃんと、何があるものがあればちゃんとピークで出てきますから、非常に分かりやすいです、何があるかというのは。逆にセブ EDS ですと、こういうスペクトのピークが重なってですね、両手が何があるのかというのが多分非常に難しいです。これがあれば本当に何があるのか、まあ、表面金棒にかなり近くなってしまうんですけど、1マイクロメートルオーダーの深さまで、表面からのところに何があるのかっていうのが分かります、明確に分かりますので非常に便利です。うん、SNG もかなりいいですよね、発光スペクトルですね。他の XPS とか他の装置ですと、このねギザギザがあまりにも激しすぎて大きすぎてこのギザギザが、ね、大きすぎてね、こういうピークもね断定できないことがあるんです、他の装置です。でこの、電子プローブ EPMA の場合はこういうふうにちゃんとね、ギザ SNE ノイズのところでも十分に大きなところで信号が来ますので十分に分かります。そこが非常に大きいです。何があるのかを十分に見ることができる、でなおかつその形状がどうなっているので、加圧シフトしているのも分かります。これのピーク位置がどちらの方向へシフトしているの、で形状がどうなっているのかというのをこれですね、これのピーク、こういったピーク位置がどこにどのようにシフトしているので、形状がどうなっているのかというのを見ることによっていろんなことが議論できます。ピーク位置からは化学シフトを見ることができますから、どんな状態のものが存在するのか、酸化物の状態なのか、炭化物、炭化したものの状態があるとか他の状態にあるとか、あとかあるガスの状態にあるのかというのは大体わかります。非常に重要です。で形状もどういうふうになっているのかということですね。非常にシャープな形状に、この値がシャープな形状にしているのか、それともこう、ブロードになっているのか、あとは肩みたいな構造があるのかとか、いくつかいろんなことが分かりますので、そこからいろんな情報を得ることができます。ぜひともですね、 EPMA でこういったスペクトルを得ることができるチャンスがあったら解析してみていただきたいと思います。
他の、XPS の、ね、内角のと組み合わせることで、フェルミ位置がどこにあってそれでそれに対してどんな構造になっているのかっていうのも見ることができます。ただ分解が悪いのでなかなか難しいんですけど測定できないものもありますけどね。ただ、十分に活用できる部分もあります。コバルト系クロムから、銅とか塩とかのところの繊維金属だとこういう分析ができますから、 XPS の内角がそうですね、銅だと出てきますね。ちゃんと 2P3D の繊維に対応するものがちゃんと見つかりますから、それに対応させてどんな風になっているのかって見ることができます。非常に重要な装置になります。使いこなせばね、いろんな情報を得ることができますので、ぜひともいろんな、使いこなしていただきたいと思いますね。この装置については、今ちょっとやってますね。出てきましたね。じゃあちょっとこれをもう一回、これで終わったかな、終わってますね。でクリックして、でこれを見てると、出てきましたねちょっと黄色、紙貼ったのが嫌な気持ちになるかもしれないですけど、ちょっと画面をですねこっちに移して、ちょっと見てみましょうかね。こんな風になってますね。でもう一回ちょっとちゃんとやったいですね。リーフが結構分解能が高いんですよね、このリーフっていうのはね。でそれをできればリーフでちゃんと取りたいですね。もう一回訂正にして読み込みで、ここはまあテスト3にしましょうか。で詳細チェックで、現在地の読み込み、スポットで20、これは炭素が積もり広たいほどね、このプローブが広いほど炭素が玉、平たく積もるので信号強度を減らすことができます。で詳細閉じる。でこっちの分光のやつで4つで、H つかない方が分解の方がいいので、ここでリフにした方がいいですね。でちょっとここはリフ H なんですけど、これをちょっと見てみようと思います。あ、あいかん、しまった。あー、もう一回やります。表示の拡大でこれかな、これのここみたいですね。一時項をね、うん、あ、しまった、リセット、銅のね、綺麗なのみたいですね、これですね。これもうちょっとね、綺麗に見たいと思います。これは横軸がケーブルになってるんで、レイアウトでミリメートルに直します。うん、でこれで直します。まずは105ですね。105でいいですね。105から、ちょっと見えてないですね、ごめんなさい。105から、そうですね、109までにしましょうか。109までにします。喉が渇いてきたら、でこの105から109までに来ましたね。でこれをもうちょっと分解をします。リフの場合にはあれ、リフそんなに分解量良くなかったですね。いや、ごめんなさい、リフはいいですね。リフの場合は私ちょっと間違ってますね。5マイクロでいいですね。5でいいですね。5マイクロメートルステップってことですね。でこれで時間合わせてみましょう。200では足りないな、250ぐらいしてみましょうか。うん、いいですね。じゃあこれで取ってみましょう、適用と。次ですね。で次はそうそうそう、忘れてたんですけど、ちょっと話は変わってしまうんですが、キロボルトにして適用して、これ LD1 です。で LD って言ったらね、ここくらいまでしか見えてなかったと思うんですよ。でもっと広い範囲まで見えてます。でこれで見るとちょっと炭素が見えづらいですね。 LD1 っていうのは炭素は見えづらくて、なおかつですね、炭素もちょっと見えづらいんですけど、まあ、ちゃんとあると思います、見ると。で、ゲルマニウムがあったらね、この炭素に離れてゲルマニウムのピークがちゃんと出ます、この辺りに。だからね、ゲルマニウムと酸素がかぶってるっていうことはないです。それは後からチェックしてみれば分かります。ゲルマニウム測ってる人は、もう入ってる人は、LD1 で見ると、ここら辺にゲルマニウム出てくるはずです。出てくるはずです。で、この酸素の位置とかぶらないです。うん。それはちょっと覚えてます。で、2番目が LD2 にしましょうかね。で、例のごとく
100エンター100エンターで適用で、3番がまあうん、出ていってもまあ3番はどれでもいいです。あ、私が間違っていましたね。で間違ってたっていうか、一番最初測定したのが間違ってたんですね。ペット JLD2 リフタップ H にしないとダメですね。うん。それが本当はいいみたいですね。ちょっとごめんなさいね。またちょっと後から見直しますね。で、これでいいと。で、適用と。こんな感じです。で、どれ、普通はどれがいいかっていうと、こんな感じです。ちょっと見せましょう。こんな感じになります。これを選んでください。私は間違ったみたいですね。これ、ここをね、ここを間違っちゃったみたいですね。リフエッジにしといた方がいいですね。そしたら全部まんべんなく取れるんで、うん、よかった。さっき間違えて、多分ペットエッジにしちゃったんだと思いますね、ここをね。それは良くないですね。うん、なので、そういう風にします。で、こういう風にします。で、これで OK で詳細を閉じると。で、測定ですね、分析開始。戻してみましょうか。で、これでいいですね。まあ、定性分析はこんなもんかな。定性分析はこんなもんだと思うね。で、測定できる範囲が分布コンによって変わります。当然だからね。だから 10kV で入れた時に、測定範囲外にあるもののものがあります。だからその時はそれは選ばないわけですね。例えば、微風ですね。リフが測定範囲になっちゃうんで、5kV で取るときは。で、7kV はちょっとしか取れないです。なので、まあ、リフどうするかっていうのは、5kV の、入射で取るときには、リフはデータ出ないですから、リフじゃないのを使ってください。で、7使うときにはちょっとだけ見えますね。半分くらいかな。うん。で、10kV 使うときには、リフもちろん見えますんで、全部使いたい人が、10から20使うので、まあ、その時にはこの、さっき見せたセットアップでいいです。うん、まあ、出汁塚さんもね、本当は細かいところで材料によって変わりますし、電子線の分空間分解のもね、本当は、変わるんですけど、まあ、おおむね、どれだけの値があるのかっていうのはね、おおむねの値だけ仕組むだけでもだいぶ違いますので、細かい値が少ない人は常にそれは計算できるようにしておけばいいですけど、大体どれぐらいのオーダーでどんな風になるのかっていうのを知っておくのが私大事かなと思いますね。どうしてもね、細かいのが覚えておければいいんですけど、どうしても私は忘れてしまいがちなので、ちょっとごめんなさいね。うまくね、こう動画ちゃんとしたのをね見せられなくて申し訳ないんですけど、これ間違ったやり方の、間違ったっていうか、ちょっと手間、手際の悪いやり方を見せること、みんな手際の悪いままやっちゃうかもしれないんで、本当申し訳ないんですけどね。ちゃんとやるといい。本当にすみません。で、こういうドレディいや、銅の形状がすごいシャープで細かくなりましたね。型構造もちゃんと見えてますからね。型構造が2つにね、ちゃんとね、見えてますね。うん、いや、分解もよく取ると、このように取れます。まあ、分解のペットがタップの方がね、いいので、いいところがあります。低いエネルギー側ですと、タップとかペットとか、いいですよね。リフ、どれもそうなんですよ。分解症どれもそうなんですけど、低いエネルギー側が、X エネルギーのキロエレクトンが低い側が分解のいいです。で、まあ、一般的にはタップ、ペット、リフの順に、分解の良くなります。
もうすぐかな。測定終わりましたね。あ、まだか。まだありますね。測定終わりましたね。まあ、ここの画面も変わってるのが分かると思うんですけどね。まあ、いいです。で、これで、クリックして、クリックして、で、この、で、キロボルトですると、これなし。で、KR-1 と KR-2 が、一応分にして見えてる。1、2が分にして、1事故。だからちゃんとこれが、同じ形状でおそらく、出てきます。強度比は1対2で出てきます。なのでこれをきれいに分離してるともうちょっと議論ができます。同じ形で出てるはずですからね、ほぼね。エネルギーが違うだけ、エネルギー強度が違うだけの入射エネルギーが入ってきてるだけなので、 Kα2 と Kα1 それをちょうまく分離してあれば銅の、発光のスペクトル形状、つまりは、Kα1 ちょっと忘れちゃいましたけど、どういう風になってるのかと思います。まあ、どうもエリアドーラーを分析した方がいいのかもしれないですけどね。あ、見えてないか。ごめんなさい。ちょっと見えてないですね。こっちですね。この Kα と Kα2 がちょっと無理してます。すみません。どうしても見えてない範囲で喋ってしまう。ね、で、タップの方が精度はいいですから、タップだともうちょっと綺麗にいけるかもしれない。タップでやればよかったですね。まあ、しょうがないですね。こうやっていろいろとやるということですね。タップでやればよかったなぁ。でもタップはもう50マイクロメートルのステップ数でいいんで、多分これで、タップはこれでいいですね。タップはこれでもうちょっと細かくしてもいいですけど、例えば30とかぐらいですね。で、取るということですね。で、H じゃない、ついてない方で取る。ですね。ちょっと私は間違えちゃったんで、もう一回だけあの設定条件ちょっと変えて、それが正しいということだけ書いて、これを割ると、この部分を割ると、あの定量分析を割ると思いますね。まずはこれで読み込んで、20kV の10のマイナス7乗で、分析の詳細で現在値読み込みでスポットで円で炭素の堆積を防ぐために20マイクロメートルして適用で閉じる。で、スペクトの詳細でスペクトルを追加すると。で、4つチャンネル同時にできますから、4つチャンネルにして、で、選ぶと。これの選び方も、エネルギーによって検出できないものもありますし、資料によっては、他のものにした方がいいというものもあります。LD2 は100にすると。100マイクロメートルステップの粗いステップで時間、分解の悪いですから粗いステップで時間を長くする。で、適用で、3番はリフ H。 まあこれはね、いろんなのどれにするかっていうのは好きにしてもらっていいです。私がよくやるのはこういうふうにしてると思います。で、こういうふうにする。で、これだとまんべんなくいろんなタイプが出ますから、次に詳細なのを見たいときにどうすればいいかが検討することができます。で、詳細を投じる。で、分析開始です。こんな感じで、こんな感じで取ればいいです。こんな設定取ればいいです。で、開始。で、なんか、データがね、うまく出てない時があります。例えば、こんな風に画面変わってたり、測定でしてる場面が見れないって時には、リアルタイムっていうのがあります。これを押すと、ちゃんと今測定してる状態が表示されます。だから何か誰かが触ったりとか、機械がね、たまに画面を出さない時があって、測定してる状態を。で、このリアルタイムのボタンを押すと出ますんで、もし何かあったらそれもこういうこともやってみます。で、訂正分析は以上ですね。あとは分光結晶どれ選ぶかだけ一応言っときますと、 LD2 は、炭素とボロンですね。これですね。で、LDE1H は、窒素とか酸素見るときに使ってる
太いんです。あと他には、ペットだとマグネシウム。で、タップだと、こっちはアルミニウム。で、リーフだと、鉄、ミルって言ったり、これに使ったりします。まあ、どの分光結晶がいいのかもサンプルによりますし、サンプルに入っている組成、まんべんなく見ないということには、分析できないこともありますから、どの分光結晶にするかというのは、よく考えた方がいいですね。まあ、とりあえずさっきの設定したのであれば、まんべんなく見ることができます。で、一応ですね、マニュアルの方、この赤い方の方にも、ちゃんとどうすればいいかというのは書いて